迎えください。ダ・カーボさんスペシャルステージでございます。大きな拍手をお迎えください。よろしくお願いいたします。はい、皆様はじめまして、ダ・カーボでございます。まずは野に咲く花のように聴いてください。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちがダ・カーボです。ありがとうございます、ただいまダ・カーボ、ふるさと佐野に帰ってまいりました。はい、ひろこはね、七軒町というところで生まれました。はい、佐野市駅前の七軒町で生まれました。そして小学校がね、小学校は上野小学校に変わりました。はい、鈴懸の木がねシンボルになっておりますけれどもね。はい、で中学校は、中学校はあの、西中学校です。はい、今忘れそうになった、ね、いやあの霊平市街道が通っているって霊平市街道がパッと出てこなかった。はい、はい、あのいつも霊平市街道を通りながら通学しておりました。はい、はい、そして、高校が、高校は佐野女子校なんですけれども、今はねあの東高校という男女共学になりましたけれどもね、ちょっとあの佐野女子校出身だって方ちょっと手を叩いてるだけです。はい、手を叩いてっていうのは手を挙げてる人がいますありがとうございます。はい、ます実は ね、 ねあの辺にね私の同級生で、ね、3年6組の連中がいっぱい来てます。ありがとうございます。ご無沙汰しております。はい、でもやりにくいんだよな今日は結構知ってる人がいるからね。でもね、はい、嬉しいですね。なんかちょっと久しぶりにあの
佐野の皆さんの前で、はい、歌をご披露させていただきます、はい、まず最初にお送りしましたのは、裸の大将ね、このドラマの主題歌から生まれた歌、今では本当に皆さんの愛唱歌になりました、野に咲く花のようにを聴いていただきました、今度はね2曲、このふるさとを歌った歌をお送りしたいと思います、これはあの、巡る季節の中でこの歌、私が詩を書いて彼が曲を書きましたけれども、この佐野を網羅している歌でございます。そしてこの街の風に吹かれて、この2曲ふるさと佐野を歌った歌聴いてください。